お昼食べ終わって、まだね、ちょっとお昼休みなんだけど、ちょっとね、台所の、引き出しの中を片付けようと思います。はい。流し台の下の、この引き出しなんだけど、すごいの、こんな食料品とか、お米とか、ガスボンベとか、いろいろね、ぐちゃぐちゃになっているんで、ちょっとね、これじゃ、使いにくいし、奥の方にね、食べてないものとかあるので、ここを片付けようと思います。で、使うのは、プラスチックの箱とかないので、このね、袋を、こんな感じで、折り曲げて、そして仕切りを作って、片付けていこうと思います。はい、なんかね、こういうラーメンとかスープとかこう何個も入ってるやつ一袋に、こういうのってこうやってね、1個とか2個とか使い始めちゃうと結構こうだらしなくなっちゃうので、まずこれは袋から出して、はい、できました。こっちから食料品以外のもの、ガスボンベとかで、あとはお米とかお米類、あとはこのインスタントラーメンとかスープとかと、あとこういう食品を入れました。そして蓋を開けてしまった、袋を開けてしまった、使い途中のものとかも1個の袋に入れて、あとはね、紙の袋が結構私使うんですよ。紙の袋とか哺乳袋類とかを入れました。あー、すっきりした。本当にね、普段からこういう風にやっておけばいいんだけど、はい、はい、今回はこのお店の紙袋で仕切りを作って、流し台の下の引き出しを整理してみました。